逃げちゃった。レイコさんが来てくださってます。今見ているのが、栃原ひげねさんの、ビデオ作品です。そう、もうちょっとこっち来て喋ってください。うん、声入れてください。声入れるの、うん、すごく素敵です。そして栃原さんって結構、うん、動くといいかもしれないから、またたくさんシリーズにしてくださいいいでしょ、この人ね、本当にこう匂いを嗅ぐのが好きな人なんですよね。古着屋で働いた時も、全部その、ね、脇革の匂いをチェックするっていう最終段階が、すごいね。それをずっとやってて、嫌いなんですよ、脇革の匂いが結構いいと思うね、でもだから癖で、何でも匂い嗅いじゃうんですよ。たまにすごい臭いのに当たると、でも匂いって不思議ですよね。あの海のお魚がすごい臭い匂いによって外敵から守るっていうお魚のこの間見たの、だからすごいなと思って、自然界は、そうだから匂いをね、嗅ぐのが、非常にこまめに嗅ぐ人なのであのそういう作品作ろうって言って、もっとひどい匂いの話したんだけど、その、まあ、まずは綺麗な、もう一回貸してください。はい、まあもうすでに YouTube にアップされてるんですが、ここでこの会場で、作品を作ったので、そういう画像になってます。でまあ、とにかく匂いを嗅ぐ作品ということで、一応花の作品になったんですね。そうですね。花は好きですか？あ、好きですね。あ、そうですか。うん、最初はあの絵を描いた時も花をテーマに描くっていうことは結構考えてたので。あ、そうですね、花の絵ありますよね。花は結構好きですね。うん、これ白い花を描いてて、これは結構いい匂いだったんですよ。あ、そうですか。だから比較的分かりやすくって、もっと大量にあるから、一輪じゃないから、まあ、嗅ぎやすいかなって、匂うからいいかなって、よかったんですけど、ワッコのひまわりは、ひまわりすごい微妙で、あ、そう。あんまり、だから、あの中心に多分虫が止まりそうなとこがあって、そこにほんのり甘い匂いがするぐらいで、ああそうですか、あんまり匂わなくて、あで葉っぱとか匂うかなと思ったら葉っぱも匂わず、あんまり面白くなかった。なるほど。まあ、一応会場にこういう形でコンピューターを持ち込まれて、画像が流れています。まあ、YouTube の画像を、展覧会場でもう一回流して、まあ、作品とするっていう、まあ、よく考えると奇妙な感じもしないじゃないですよね。そうですね。ね。フリーアート展覧会。フリーアートだからね、まあ、その今まで、まあ、歴史上そういうものは ないわけですよね、こういう展示形式そのものがね。まあ、今の時代だからもちろんほぼでやられてますけども、だけどその、まあ、昔はない形式だから、まあ、僕の先生が利根安直さんっていうので、利根安直さんはまあラジオを使ってそういう、なんていうか
まあ、ラジオ放送と絡んだ作品って作ってますけど、まあ、そういうマスメディアを使った作品っていうのはもちろん可能性があるわけなんですけども、なかなかなんていうかな、まあ、オーソドックスな意味でのその芸術って絵画とか彫刻とか、まあ、パフォーマンスでもいいですけど、そういうもので直接性に対してで言うと、まあ、ちょっと間接性が強いので、はい、はい、終わりました。どうもありがとうございました。